2レースを勝ちました池永太選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやー皆さんもねお誕生日おめでとうって言ってますが、まくりました。そうですね、あの伸びは本当にいい状態なんで、はい、どうしてもまくりたかったんで良かったです、はい、やっと来ていただきました。それではレースを振り返っていきましょう。進入は 1,2,3,4,6,5 と変わったんですが、池永選手は4コース角、まあ、注目のこの27号機だったんですが、スリットはやはりいいわけなんですよね。そうですね、本当伸びは良くてずっとかかりが来てなくて、もうそれだけが直らない状態で本当伸びは良かったです。ずっと今日はどうでしたか、そのかかりは。そうですね、いい水面を回らせてもらったんでちょっとわからないんですけど、うん、はい、まあ比較ちょっとは良くなっているのかなとは思ってるんですけどね。2日目からはねチルトレードで、そういう意味ではちょっと調整の方でなかなか苦戦している感じだったんですか。そうですね、まあ、早く来てほしかったんですけどね、はい、まあ、トダなんでゼロでちょっと伸びをとりあえずつけようと思って、うん、はい、調整してました。じゃあこのまくり切ったレースはもうやっとという思いですか。そうですね、一番理想の展開でした、うん、ただやはり行き足から伸びの部分は変わらず気配はいいですか。はい、そこは落とさずにこれからも調整していこうとは思うんですけどね、うん、はい、でも誕生日にこの一着ね、明日明後日もあと2日頑張れますね。そうですね、初めてなんでこんな誕生日を大勢の前で迎えるのは嬉しいです。もうじゃあしっかりとした笑顔で堂々と迎えていただきたいと思います。ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、2日間あと一層一層集中して走りますので、ぜひ本庄来られて応援よろしくお願いします。見事なシリーズ1着となりました。それではカメラサインの方よろしくお願いいたします。34歳、本当におめでとうございます。最高の笑顔で、ね、なかなか皆さんもこうやって34歳のカメラサインを見ることないと思いますので、いやご自身もずっと来たかったんですって皆さんの前に。本当にちょっとホッとしてますね。いや、そうですね。ポーズお願いします。グラッチ、あれはグラッチ、やってみたいやね、やってみたい。池永選手ありがとうございました。はい、ありがとうございました。